お盆休みが明けた今朝、都内にはサラリーマンや OL が出勤するいつもの光景が戻ってきました。しかし、お盆に合わせて夏休みを一斉に取ってきたこれまでとは少し様子が違うようです。今朝8時過ぎ、JR 東京駅前には観光客などで混み合った昨日までとは違い、サラリーマンや OL が出勤する風景が戻りました。9日間休みがあったのと、ガソリン代が上がったじゃないですか。であんまりこう遠く行かなかったんで、比較的こうゆっくりと。近場ですけどね、軽井沢の方に行きました。もうちょっと1日2日かかりますよね。エンジンがかかるまでに。一方で休みをずらし、お盆の期間も出勤した人も少なくないようです。ちょっと前に撮って、でもうこれからずっと休みはない。今年はガソリン価格高騰の影響で近場で過ごす人が多い連休となったようでした。あまり混むのが好きじゃないので、お盆過ぎて主人の休みが9月に取って、で9月に出かけたりとか、そういう感じですね。子供が小さいので、いるとやっぱり楽なので大変だなって感じですね。はい。子供たちはお父さんいなくて寂しがってるんですけど、まあ身動き取りやすいというか、はい、行動しやすいです。